はい、シャンソン化粧品 V マジック本川早苗選手です。皇后杯ではちょっと怪我で、ね、途中退場ということでただ、皇后杯明けリーグ戦に戻ってあの2試合フル出場ですけれどもご自身の今のコンディションというのはいかがですか、まあ、あの怪我してから、まあ、疲労も溜まっていたので少し休む時間があったのでコンディションは、えー、先週はいい。 風に持っていけたのかなと思っていて、まあ、今週はやっぱ後半戦なので疲労はまあ溜まっているんですけどいい状態に持っていってると思うので大丈夫だと思いますチームはちなみにどうですかチームはやっぱアリエントリーのくらとかが入って4番ポジションで入るようになって3ポイントも打てるしドライブもできるのでなあいいす 流れができるんじゃないかなと思っています、まあ、いよいよ今日は皇后杯のリベンジ戦ジェイク・セーネオス・サンフラワーズとの試合になりますけれども一番ちょっと警戒すべき点というのはどういったところになりますかやっぱブレイクが多いので走られないようにすることとやっぱリバウンドでかなり負けてしまうのでそこでどれだけ強く当たれるかがポイントだと思います、まあ、勝つためにどういうプレーを見せたいですか ひる、うん、まないことですね、やっぱ向こうも100%で来るので自分たちも100%以上の力を出さないと立ち向かえないと思うので負けないように、気持ちで負けないように頑張りたいいと思いますあのチャンピオンシップに向けてすごく大事な試合続いていくと思うんですけども今後の意気込み、一言よろしいでしょうか。まずは一戦一戦戦ってプレーオフ に出場するっていうことをまずはみんなで目標にしてそこからあの、まあ、徐々に勝っていければいいかなと思います、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます